やっほやっほー、霊夢だよ。これ、何かわかるかな？いや全然わかんないんですけど、ゆっくり魔理沙だぜ。何？その手に持ってるトライデントのことか？あーこれはどうでもいいんですけどね。どうでもよくはねえだろ。撮影中に支柱食うな。あ、すいません、世界の果てまで行っての撮影でしたね。いや全然違うし、アウトなんじゃないかな。とにかく、世界の果てで見つけてしまったんですよ。ほらほら、今思いっきり画面に映ってるんだけど。え、どこ、元がいるんだ？やっぱり行ってじゃねえか。ほらほら、見てよ、これだよこれ、沈没船だよ。あー、沈没船な。水のアップデート以降、よく見られるようになったからな。あ、いや、なんというか、それだけ？なんかこう、もっと新鮮な反応が欲しかったなぁというか。そんなのお前、最初からわかりきってただろ。だって、サムネに沈没船って書いてるだろうがー。メタセコヤー。おい霊夢どうしたんだ？メタセコヤって、ヒノキ科の落葉樹じゃねえか。さっきからマジレスやめてくれよ。それはあれだよ、メタクテセコヤー。って意味で使ったんだよ。今後ゆっくり実況会で流行るかなぁと思って。流行るわけねえだろ。で、どうすんだこの後。そりゃもちろん、宝物を探しに行くんだよ。沈没船だなんて、お宝が眠ってる匂いがプンプンするでしょ。結構深いけど、大丈夫なのか？うん、本当は何らかの方法で水中呼吸できるようにしたかったけど、今回は何もないので、素潜りですね。はい。素潜りかよ。こんな軽装備で沈没船入る人いる？普通。まあまあ、物事を別の視点から見てみましょうよ。なんなんですか急に。軽装備ということは、死んでも失うものが少ないのだ。そんな見方がすげー。ってことでゴー。あ、奥に一瞬扉みたいなの見えたな。こっち側はどうかな。あ、チェスト発見。中身を確認したいけど、息がやばいんで一旦呼吸します。ゴー、なんでもいいから取ってけー。さっきのチェストはお宝はないみたいだな。防具は嬉しいけど、いいものはそんくらいかな。ぐ、息が苦しい。一旦戻らないと。秘密とかもたくさん入ってたな。多分沈没する前は普通のお肉だったんだろうな。すごい凝った演出だぜ。はぁ、なんとか間に合った。はい、少しカットして、今度は扉の向こうに行こうと思うよ。扉があるってことは船長室か？こりゃ期待できそうだぜ。お、船長室にしては狭いけどあったよ。とりあえず息しんどいから急いで持ってくね。なんかほとんど普通のアイテムだが、あの地図が少し気になるな。よ、よし、今回は一発で全部持っていけそうだよ。あー、息が苦しい。おい、さっきのあれ、宝の地図じゃねえか。うおーおーマジか、それは嬉しいね。ってことはこれから宝探しだね。ま、相当探すの大変だろうから、覚悟していかない。てめっちゃ近いじゃーん。え、なにこれ、マジ、私たちがいるこの辺に宝埋まってるってこと？なんか、もっとすごい謎解きとかあるのかと思ったら、目と鼻の先だったね。ま、宝探しは後でするとして、沈没船隅々まで見てみようぜ。な、この部屋、めちゃくちゃなんかありそうなんだけど。何もないっぽいね。むしろこっちが船長室っぽいが、宝はなしか。しょうがない、戻って宝の地図を元に探そうぜ。ということでどうも、ゆっくり霊夢だよ。いや下半身フット。なんで下半身を保護するアイテムしか入ってなかったんだよ。まったく、気の利かない船員たちだったんでしょうね。ま、そんなことは気にせず、宝探しへゴー。目的地が近いとはいえ、やっぱこういうのはワクワクするよな。方角はこっちね。この辺に本当にお宝が眠ってるのかな。で、意外にこの砂浜広いわよ。この辺をひたすら掘ってお宝を探すんだな。こりゃシャベルがたくさん必要になるかもな。よし、チェストこの辺でしょ。さあ、お宝目指して、ガンガン掘ってこうぜ。え、普通に結構掘ったんだけど、もう地面硬くなっちゃったよ。これ、どんぐらい深く掘らなきゃいけないの？ちょっと待ってくれ。今先生に聞いてくるから。え、先生、ここには私たちしかいないけど。先生によると、バツ印から結構広い範囲の砂の中に埋まってるらしい。寝かせてやー。宝箱ー。
ったな霊夢、宝箱ゲットだぜ。ふう、こんなに掘って、やっと見つかったよ。いやー、これは嬉しいな。誰かがここに隠したなんて、めっちゃロマンがあるじゃねえか。そうね、ドキドキしちゃうわ。それじゃあ、中を開けてみちゃおうぜ。うん。おー、なんか青い玉があるよ。海の中心と書いてあるが、またの名を海洋の心。これがあるとコンジットという、すごいものを作れるんだ。と先生が言っていたぜ。なるほど、とにかくレアアイテムゲットってわけね。ちゅうことで、沈没船探索からの宝探し、いかがだったかな。いつかコンジットを作って、何かしてみたいわね。そうだな、楽しみだぜ。ということで、最後までご視聴ありがとうございます。これからも応援してくれたら嬉しいんだぜ。それじゃあ今回はこの辺で。まったねー。